カスバケツ満杯で使用できないんだけど。カスバケツ。カスバケツが満杯で使用ができないんだけど。ここも使うか。はい。はい。はい、じゃあ行きますよ。はい。はい、人材の先場です。開いちゃいましたね。はい、ちょっと恥ずかしいですね。はい、はい。今日はあのうちのシェアオフィスの方で、月に1回の、全員が集まる日になるので撮影していきたいなと思います。ちょっとね、今なんか足場がかかったりとかするのであれなんですけれども、一応今日は藤枝から深澤さんが来たりとか、もう全員集まる日なので密にコミュニケーションを取っていきたいなとは思っているんですが、月1の最近はあの楽しみっていうのを用意していまして、先月は大地くん、どんな人来てるの？先月は針が来ました。はい、なのであの先月はあの女性にはたまらない針で美顔師みたいな先生が来てもらったり、今月はですね、僕が毎月通っている、まあ、最近ちょっと YouTube とかでもよく見るんですけど、骨をバキ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 鳴らしながらアジャストをしていくようなカイロの整体の先生っていうのを呼んでいますので、今日、社員の従業員の子たちにそれを楽しんでもらえればなと思って、この YouTube を撮っています。まあ、この後ね、いろんな方の様子っていうのを動画撮っていきたいと思ってますので、楽しみにしていてください。じゃあ行きます。本当だ。お尻が右寄ってますよね。完全に。本当だ。これねじれですね。恥ずかしい。足の長さ。違うから見るとすごい分かりやすい。そうですか。あ、左が長い。左長いですよね。かなり。全然分かる。やってよかったですか？よかったね。めっちゃ目もパッチリしたし。おすすめ。おすすめです。また行きます。おー、はい、ありがとうございます。大地さん、お疲れ様です。はい。今日のカイロの施術を受けてみて、はい、どうだったですか？いや、めちゃめちゃ良かったです。はい。どの辺が？首とか背中ですね。ずっとデスクワークで、首とか背中が気になってたので。すごい来ましょう。はい、例えると、例えるとお風呂に入った後みたいなお風呂に入った後ぐらいすっきりします。そうです、はい、です。もし次あったら受けますか？受けたいですね。まあ来月とか何来るんだろう、ね、楽しみ楽しみ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。今日実際カイロを受けてみてどうでしたか？また月1こういうのがあれば受けてみたいなって感じです。ありがとうございます。